今日が新シリーズ1話完結新シリーズカンタの挑戦、カンタの挑戦1話完結今回針金をかけていくんですけど、はい、木自体がいいので面白いとこを生かしつつ若干の欠点を補っていこうかな。こうパッと見て、まあ、細くていい木なんですよね、うん、ちなみにどういうことをやるのか、この木は植え付け角度が斜めすぎると思うんですね、うん、この感覚的に。なのでちょっと起こしてあげたいのと、あとは正面の位置を若干変えてあげたい。あとはこの枝とこの枝がまあ同じような位置にあってどっちか取り除けるんではないかなっていうことで、でまず植え付け角度を変えてこのぐらい起こしてあげた方が、うん、まあ、この方が木に勢いが出てきて、ここの髪の毛で隠れる、そうそうロン毛ですか、ね、切るタイミングで見失った髪の毛、はいはい、この落ち枝が綺麗な落ち方をしてるんで、この肩がさっきより勢いがついて見える、うん、ここが正面だと水水が、まあ、真正面に来すぎちゃってるような気がするんですよね、はいはい、本来はシャリの位置を正面としたいんですけど、うん、そうするとここのシャリゲーがあまり面白くないっていうので、うん、一旦この辺にするとこのシャリゲーが面白く見えて、ここだともうただの丸いような感じ、うん、ちょっと変えるだけで現状ではこの辺の方がいいのかな。ただシャリの位置が見えないんですよ、最初の立ち上がりのところ。だからちょっとこの辺を、ここが今触ったら枯れてるので、はい、ここを、まあ、陣のような形にしてちょっとごまかしていこうかなっていう。あとはこの枝どっちを落とすかっていう、やることは上から針金かけ陣。そうですね、上から、そういろいろ最後に上替えをします。はい、じゃあお願いします。はい、ちなみに年齢とか、この木ですか、違う、カンタさんってどういう人ってことを言わないと年齢は知らない人の挑戦を、そうですね、今修行中で途中に弟子入りしているんですけど、今22歳です。これからの盆栽界の希望、ホープ、問題児。一個悩ましいところがあるんですけど、はいはい、この枝が同じところが出てるんですね、3つ。本当ですね、3と、こう見た時に一番いい枝っていうのがこの流れで来るとこれなんです、このこいつこれは残してあげたい。ただこの上の傘が大きすぎてここがもうすっかかになっちゃってるんですよ。ここに光が当たらなくて、ここ成長しなくて、出方がここが上に出ちゃってるんですよね。これもあんまり良くない。でも次こっちになると割と間が空いてしまっている。でこの幹に背負っちゃってるような形なので、あと太いんですね。なので僕の判断ではこれを落としたいかなっていう。一番太いやつ、はい、文人帳というか細長い細い木なので葉っぱの数はそこまでいらないとは思うんですよ。ただこの先売るっていうのも考えて若干つけるんですけど、ここはいかが重すぎるんですよ、うん、なのでこれだけあればここはカバーできるかな、はい、いうのでこれも落とし、できるときはちょっと残して切る、うん、そうすればここで一つできたんですよね。で、あとはここら辺もいらないような枝がいっぱいあるんですよね、うん、この辺もで、これも落としていく。おう、なかなか勇気いりますね、でも切るの。そうですね、ちょっと陣を作りたいのでこの辺は長く切っていこうかな。結構長めに残す感じ。切るのはいつでもできるんで、はいはい、陣が嫌味だったら切ればいいし、そうすると木で見ると、だいぶ印象が違うんじゃないかな。上がやっぱもっさりしてる。そう、上が重いのでこの辺はもういらないです、正直、うんうん、これで枝が作れるので、はい、もうこういうのも下に出てるのでこうやって切っちゃって、うん、でこれはここで作れる、どうしようかな。で上も返ってきてるんですね、こうやって、うんうん、こっちに、うん、だからよりこっちがまあ効いてくるんじゃないかなと。で上の方は地金をかけながら選んでも良さそうかな。上はちょっと作りたいのでこのぐらいにしとくかな、うんうん、でここもちょっと下げるんですけどね、後ろもちょっと、はい、こうやってこれも若干前に持ってきてあげて、
ちょっとこれとこれが似たような感じなんですよ、うん、今こっちもあるっていうのを考えるとこっち短くしてもいいんじゃないかなとは思うんですよ、うん、だから僕はちょっと性格的に慎重な人間なのでこうやってちょっとずつ小さくしていって状況を見ながら やっていきます。切りっぱなしのような感じなのでそんな傷つけてあげたりとかすると感じにちょっと傷つけてあげてくるといいかもしれないね。うん、ここもまた何でしたっけ、ルーターでも機械使ってもより本来はこういう荒々しいやつにしたいんですけどね。なるほど、という感じですね、はい、この辺はちょっと多いかもしれないですけど、うんうん、見え方は変わってきてるのかなと。そうですね、ちょっと僕も気になってるんですけどこの陣がここを正面とすると正面に来すぎてるんですよね。なので、まあ、見てる人に突き刺さるような感じ。そうですね、ちょっと嫌味なんですけど、まあ、売り物なので出ておいて買っていただいた人に折ってもらう。そう、あとはここに電気ごてで熱を加えてそうするとそうシャリとかジンが柔らかくなるんでこれで若干こうやって動かすことができるので、まあ、お任せしようかな。なるほど、落ちてたらかっこいいですね。そうですね、枯れてると思うんですよね。枯れてるって分かるんですか、音が、生が出てきて嫌だけど、あ、大丈夫、枯れてる、枯れてます、うん、大丈夫、枯れてるって、大丈夫、枯れてる、なんとなくイメージは分かるから、繋がっているっていう、騙してるような感じだけどないよかはあった方がこの厳しさが出てくるので、うん、バランス良くないです。そうですね、配色のそうコントラストなんですよね結局、うん、銀シャリっていうのは。ちなみにこのクラスの木はやったことあるんですか。ありますよね、挑戦だから。あ、挑戦全然挑戦じゃなくなっちゃう。だからあれじゃないですか、あの喋りの挑戦じゃないですか。喋りの挑戦ね、一番苦手な分野なので、はい、うん、この年齢でこのクラスのね盆栽いじる人っていないと思うから、ね、今、まあでもやらせてもらってるしありがたいですよ ね勉強、いい経験ですよね、はい、で僕の歴も浅いので、うん、全部吸収してやっていきたいですね、うん、でここあの活動している時期だったらピーって向けるんですけど、うん、活動が終わってるからあんまり向けないかな。向ける時はこのやっとこ使ってこうやって引っ張れるんですけど、はい、なかなか昔の人は繊細な作業をしたいので作業は手でやれっていう風になるんですけど、うん、今時代が時代なので、で使いやすい手袋も出てるのでやる方は手袋してやった方が安全に、うん、ちょっとこれでスパッていくんですよ本当に、ね、彫刻刀ですよね。そう、普通の木をこうやって削るんじゃなくて、うん、節があるんですね、こうやって、うん、まあ、切った後ですよね、うん、要は引っかかっちゃう、こうやって引っかかるんですよ、うん、であれと思っていくとグッていって、うん、やっちゃう時もあるんで、ね、あの安全に最高感覚なんて他に師匠がいるわけじゃないと思うんで、もう手袋をつけてやられた方がいいですね。手袋つけちゃ、手袋つけちゃダメみたいなのもあったんですか。繊細な作業ができなくなったので、まあプロだから、プロだからってもここの教室もダメだったみたいですけどね昔は。へえ、この匂いがするっていうのは実際にやってるっていうことだから、映像じゃ絶対に伝わらないものの一つ、香りは。ロマンチックですね。変態的なんじゃないですか考えがロマンチックっていう言い方されるちょっと恥ずかしいけど、実際だってこうやってやってみて分かることって結構あるじゃないですか、うん、やってみないと分かんないことの方が多いですね。そう例えば心拍じゃないけど松ヤニが出るじゃないですか、うんうん、松を切ったりとか、うん、剥いたりとか落としたりとかすると松ヤニっていう言葉を知っててもなんだか分かんないよね、うん、よくボクシングで使うぐらいしか知らなかった。そうとかは、あとは椿油とか、うん、椿の芽を花柄を取るともう吹いてくるんですよ油が、でそれがすごいいい匂いとかそういうわけでもまた別でないんですけど、それは体験しないとわからない、うん、実際にやるっていう楽しみはそこにあるんじゃないかな。だから動画を見てやりたいなと思って一回やってみて、そうすると動画で知らないこともわかるかもしれないし、そういう中で香りっていうのは動画じゃ絶対伝わらないから、うん、結構長く撮ってたんですけど、本当はこういうところももっと丸いんじゃなくてこういう風にしたいですね、うんうん、痛み切りとかそういうのを模してやっぱり厳しさを出したいので、ただ丸で作るんじゃなくて、うんうん、まあ細くこうやったりとかちょっとくぼみをつけたりとか削るってこと。そうですね、うん、やばい、ハンバーグ屋さん、ハンバーグ、うん、
やっぱその風貌でその機械持ってると彫り師にしか見えなかった。なんか親戚に仏像掘れって言われたんですよ、ちっちゃい頃。はいはい、なんか似合ってるよって言われて九州に親戚がいて仏像掘ってる、うんうんうん、彫り顔なんですか。あ、でもね、仏像顔らしいですもん。仏像にちょっとモデルにしたいと思って仏顔だ。仏顔、あ、仏顔だ、言い過ぎだな、うん。あー、でもすごい。あとこの補足したんですよね、うん、さっき前にあるやつ、うん、やべったくなった、へこまして、うんうん、人工的にちょっと流れみたいな曲みたいのを出して、うんうん、こうね、こうなって、でこれがまた後ろに行ってるみたいな、こう。なるほど、パッと見てもそう見える。そう、実際回ってなくてもそういう風に見えるんですね。そうそうそう、いい光も入ってきたどうしよう。水水を削ったんですよ、うん、ここ、はい、ここがやっぱり水水が接地面なので、うん、ここに原液で塗るとちょっと木が吸って、うん、あんま良くないと思うんで、ちょっと水で、工事プラス流れてきましたね素敵な環境を、素敵な環境をお届けしてます。で、本当にこれ塗るとき気をつけてもらいたいのは服を白くしちゃうんです、うん、実際これ劇薬なので間違いなく飲んだらアウトなんですけど、はい、作業において大事なのはやっぱりちょっとあれですね、工事の音うるさいですね。そうですおはようございます。昨日の続きということで、はい、針金掛けをやってるということですね。昨日銀シャリを使って、あ、そういえば今日の朝早くから、はい、荒掛けだけ先にやっちゃったんですけど、はい、この細かい枝全部に、そうですね、大体全部掛けたいから。結構ありますね。結構ありますね。でやっぱカンタさんぐらいの実力なら2日ぐらいそんなまあ30分でとこすか。いや、動画にして30分動画にして30分長いな長いです、まあ、なるはやでやりたいと思って、はい、でその後植え替え、はい、チャランポランを押してて、うん、盆栽が楽しくなってこの現状を知って友達に言ったら盆栽して何やんのって言われたの。盆栽するしかないじゃないですか誇るべきものじゃないですか、本当なら、うん、だけど今そういう状況になっちゃってるってことですからね。そう、変えると、変えたい、変えたい、頑張る。終わってないじゃないですか。終わりました針金かけて整えた感じですね、はい、で、植え替えがあれですよね。ちょっといい鉢を、まあ、探してで植え替えたいので、うん、少々お時間をください。僕が動画を撮って、うん、送ってくれる、はい、横一でお願いします。横一ですっきりしましたね。でもね、そうですね、うん、なるべく枝数は落としたんですけど、まあ、うん、いらないなって思うとこは多数あるんですけど、うんうん、それは売り物で取っといて。そうですね、ただこの陣とかはもう好みになっちゃうのかな。そうですね、ちょっと闇っぽいんですけど、うん、この辺も作り込みが甘いので、はい、その辺も自分でやったりすれば面白いかなと。うん、そう、あとはこの幹を旦那から言われて、うん、この古さを出そうかなと思ったんですけど、うんうん、まあ、ピロピロ剥がれてきちゃったんで、もうめくれてるところがあるから、それで削ったらまた見栄えが変わってくると思います、ね、確かこの辺がもう削り取れちゃってるんですね。取りかけちゃってるんで、うん、じゃあめくっちゃおうっていう。はい、お疲れ様です。で、植え替えをして完成と。完成します。なるほど。ちょっとあんまり荒探しをしないで僕は見てわかんないんで詳しい人いっぱいいますからね。そうですよね。どうでしょう皆さん、あ、ご意見をね、はい、あ、そうですね、そういうのも大事かも、はい、コメントをいただきたいですね、うん、僕も動画ちゃんと見るの、見てるのでコメントもらえればと思います。Thank you.
完成して、完成してだいぶ植え替えして落ち着いた。鉢悩んでましたけど、そうですね、これにしたんですね、まあ、色がちょっと暗っぽいので、うん、もし赤い鉢があれば変えたいんですけど、とりあえずこれぐらいでいいんじゃないか。どうですか自分の点数的には。僕的にはすごくかっこよくなったと。ここに元の写真があるんですけど、それから比べるとよくはなったね。ちょっと枝数も今の状態だとちょっと多いんですよ。まあ落とせるところもあるし、改善点もやりながらちょっと植え替えしながらちょっと気づくこともあったりとかして、結構よくできたと思いますね、うん、そうですね。100点ですか。ちょっとあの皆さんに決めてもらって。そうですね。いやでもすごいっすよ。こっちも写していいんですか。これも、この後作ったやつ。そうですね。これの後直後にやったんですけど、僕として今この食の上なので、うん、あれですけど、本来はこれぐらいにしたいんですよね、うん。元はここに枝があって状況。もともと表裏が逆だった木なんです、ね、うん、でこっちが頭だったんです。自然的にこっちが高かったので、はい、こっちが低くてちょっと正面にするってなると、こっちが前に来すぎてちょっと低い位置になってしまったので、うん、邪魔してたんですよね。写真をどうぞ送ってください、はい、これがこうなって、そうそうそう、でここの枝がいらなかったんですね、うん、このそう、ここに取った跡ありますけどね。これもまたね、全然雰囲気違うから、まさに改作ってやつですか。不要な枝を除いたっていう、それだけでスッキリして見えたんですよ。で、心拍以外もこれからでもやられていくわけですもんね。そうですね、うん、でいろんなことを自分でも試しながらやっていきたいなと思います。やっていくと。来年なんかあります？挑戦したいものみたい。挑戦したいもの、荒れた木がもし入ったら、うん、いろいろ。で、松系ってことですよ。そうですね、松でも、まあ、心拍でも、まあ、松の方がやりやすいかな。大きな仕事を やりたいですね。大きな仕事。そう、大きなものを今までもやってるんですけど、うん、どうしてもやっぱり 商売で商品をやってるので、はいはい、枝先だけとかあんまり針金かかんないように見せたいとかあるんですけど、うんうん、ちょっと大きな改作もできたらいいなと思って、もしそういうのが入ればお伝えしますので、はい、ぜひ来ていただければ。パンタの挑戦。パンタの挑戦。2021。僕カメラマンやってたじゃないですか。はい、大体作品って残して自分のポートフォリオに入れてくるんですよ。はい、盆栽の人ってないんですか、そういうのって。写真と写メ撮って撮っとくぐらい。そうですね。まあこの間演習にも言われて、まあ、ファイルにしといた方が、あーポートフォリオ作ってってこと。成長も見れるし、そういうのがあって。やっといた方がいいぞって言われましたね。そしたらライティングライト1個トップに仕込んでおいた方がいいですねね、よく見えるようにね。最強はこれを使ってもう1個上にめちゃめちゃ余談ですけど、ね、やっぱり記録しておくことは絶対大切なので、うん、そうそう、こうやって YouTube やっていただけると、はいはい、あ、そっかそっか、その当時の僕の考えとかも分かると思う。そうね、実績としても残ります。じゃあ続くということで、カンタの挑戦良いお年を失礼します。失礼します。